駅名標ホーム阪神、淡路大震災当時の地上部、上空から阪神、淡路大震災当時の地上部、地上から大開駅は、兵庫県神戸市兵庫区すやケビ7丁目にある、阪神電気鉄道神戸高速線の駅。駅番号は、h s 三十七。当駅前後の区間は、神戸高速鉄道が、第三種鉄道事業者の、東西線として、施設を保有しており、 阪神電気鉄道は第二種鉄道事業者として営業を行っている。2010年の駅案内番頭のリニューアル以後、駅出入り口の案内番頭では、神戸高速鉄道の文字は一切なく、阪神神戸高速線と表記されている。直通特急のうち、種別表示幕が黄色地のものが停車する。なお、当該列車は当初、神戸高速線内では、 山陽特急・阪神特急の扱いとなるため単に特急と呼称されていたが2009年3月改正で山陽電気鉄道本線での停車駅追加に伴い直通特急の故障に統一となる1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災により当駅は甚大な被害を受けた駅部延長百二十メートルにわたって設置されている 中間柱35本のうち31本は完全に破壊され残り4本は破壊寸前の状態となった。これにより天井板が崩壊して M 字型に折れ曲がり直上の国道28号も大きく陥没した。なお東二見発半球三宮駅特急は地震発生寸前に駅を通過しており難を逃れた。佐藤工業の設計、にて 復旧工事が行われることとなった。崩壊部分については、健全な床下板と軌道のみを流用し、それ以外の設備は一旦撤去して再構築することとなった。2月から鉄道施設耐震構造検討委員会への復旧計画提出と設計をはじめ、4月下旬からは撤去作業が開始された。6月上旬には、 撤去完了した区域から再構築作業が開始され、7月29日までに一層部の最後の区体コンクリートが打設された。設計は、鉄道施設耐震構造検討委員会による、阪神・淡路大震災に伴う、鉄道復旧構造物の設計に関する特別仕様に基づき、今回の地震の際に、ポートアイランド地下83メートルで観測された。 波形により行われた。中間柱に過大な荷重を受け、コンクリートにひび割れや表面剥離を生じても、主鉄筋の大きな変形を拘束して、破壊に至らないように対策を講じた。具体的には、中間柱は、角型交換にコンクリートを充填した合成鋼管柱とし、側壁や上床板は、鉄筋量を急構造物比50%増としている。 一層部の施行完了後、建築原会社による社内検査及び8月10.11日の運輸省による立ち入り検査を実施し、同月13日より通過扱いながら当駅を含む区間の運転を再開した。その後もコンコースなどに層部の復旧工事が行われ、翌年1月17日に当駅は営業を再開した。相対式ホーム2面2線を有する地下駅である。 改札口、コンコースは地下1階、ホームは地下2階にある。改札口は東側の1カ所のみだったが、2008年1月から2009年8月にかけて西改札口の新設工事が行われ、同年9月1日より営業を開始している。これにより、従来対応していなかった阪神南馬線球場駅、大阪南馬駅間の連絡乗車券が、 西改札口のタッチパネル式自動券売機で発見できるようになった。なお東改札口においても券売機更新により大阪南売駅までの連絡乗車券が発見できるようになっている。西改札口側の地上への出入り口は北側のみ設置されている。2020年4月現在で神戸高速線の駅で唯一エレベーターは設置されていないが設置の計画はある。 トイレは、東改札内にある。近年の1日平均乗車人員は、下表の通りである。駅北側東西の地名は、水木2である。漫画家、水木しげるの、水木はこの地名に由来する。水木はかつてこの地に住み、アパート、水木荘を経営しており、そのため、水木さんと当時の関係者から呼ばれていたことから、ペンネームとしたものである。ありがとうございます。